クリスマスソングかかってるやん。前やな。発見した。なんか。あんまり止まったことないな、クリスマスシーズン。ホームアローンの気持ち。確かに。クリスマスシーズン止まったことないよな。はい。うわぁ、ロマンチックなんや、こんな。いいね、なんか確かにホームアローン感が出てる。わかる。美味しい。うん。美味しい。あ、ここじゃない？あ、今や。おお。これだね。これが、シャペルノートルダムドゥラペディッフジタ。フォージタになってる。フォージタ。フォージタなんやな。もや。フォージタ。フジタさん。レオナードやったっけ？レオナーフジタかな。なあ。すごいな、日本人でフランスに帰化し発見やんな。1886年、そう、ここに藤田さんがの、言ったら骨が置いてあるってことかな。そう、奥さんと礼拝堂、これやんな、友人と建てた、設計した礼拝堂って言ってた。すごい、かわいいな、なんかダンスにも日本人がこうやって関わっててんな。なあ、これ中入られてるの？今の時期はなんかあかんねんって、閉まってる？9月末までかなんかって書いてあった。へえ。冬は入られへんっぽいよね。夏に来てみたいな。うん。中は普通のな、フレスコが。そう、中に絵もあるらしいで。今日は入られへんけど。扉も可愛い。うん。小さな天使みたいなのもいらっしゃるんですね。ちゃんと鐘とかもついてるし。その時代にな、建てたんや。すごいよな。不思議な感じ。富士山は眠ってはる。さっきから、さっきの礼拝堂の向かい側にあるこの GH マムっていうところから車がバンバン出てて、うん、なんなんやろ、あのでっかい車出入りしてる場所って言ってたらさっきの藤田さんと、うん、一緒に礼拝堂を建てた人が GH マムの社長の友人やって、しかも GH マムは、うん、シャンパン生産者らしい。さすがランスやな。ランス、あ、そっか。ランスはシャンパンの地方やから、うん、もうシャンパンのメゾンって言ったらいいんかな、がめっちゃいっぱいあんねんて。すげえ。だから礼拝堂がここにあって、うん、でこっちに行ったら本社かな、これが、ね、すげえな、面白い。さすがフランスですね、あやちゃん。いやー、すごいびっくりしたね、うん、面白い。そっか、すごい近所に建ててんね。とかそこと交流があったってのもすごいな、藤田さん。確かに、さすがアーティストやな。面白い。藤田さん、ありがとう。さよなら。なかなかこういうのがないと来る機会ないから。絶対来やんかった。なあ、今度は中を見させてほしいな、ね、あ、これほら本社やん、これ多分でかっ。あれ、夫人みたいになってるけど。GH マムの創業者かな。どうも、みたいな。で、ここの、これがお城になってるから、これがメゾンっぽくない？ほら、これがあのメインのメゾンっぽくない？うわ、立派やね。一番上の字、かわいい。まだ紅葉が残っててさ、なんかやっぱ、ぽいね。この葉っぱさ、うん、すごいどんぐりの木の葉っぱに似ててんやん。ああ、
してる感じ。そう、あ、どんぐりでもないなって思って下見たらめっちゃどんぐり落ちてた。ほんまや、しかもなんか長細い、ね、かわいい。人様ってもいっぱいこの辺。ほんまや、帽子いっぱい落ちてる、どんぐりの。掃除されてるんやな、ね、そうやね、ここだけ残ってんじゃん。めっちゃどんぐりあるし。このどんぐりのさ、葉っぱの、うん、この形いいよな。かわいいな、独特の。え、てか忘れてた、どんぐりの葉っぱがこんなんやって。あ、そう？そうやで。でマルシェルの絵でやってる。やってるで、うん、夜に来よう。夜に来よう。ちょっと昼間行くのはもったいないぐらい。マンションあるかな。なかったらちょっとびっくりするよな。あとシャンパンと。あ、でももしかしたらシャンパンの地方やから、マンションよりもシャンパンがあるかもね。あー、楽しみ。寒いね。いや、でも寒い、ほんまに。ほんまに冬です。どっかで暖を取ろう。暖取ろう。これがノートルダム大聖堂、ランスの。あ、ほんまや、これやんな。うわ、なんかすごい、あれやねんな、主要人物なのかな。かな。この真ん中のんってさ、こういう形、お花みたいになってるのって多いよな。あ、なんか言ってた、時代とかだって違うって言ってたよな。なんかパリのノートルダム大聖堂とやっぱ似てる気がする。なんかそんな感じがする。ちょっとな、なんやろ、先に行くにつれてギザギザな感じが似てるな。はい、あやちゃん、シャンパン買いましたね。ナチュラルシャンパンって言ってたね。うん、ビオのシャンパン。そういうの頼んだ。なんかおすすめのそのキャーブを教えてもらって、ここやって、うん、
で、なんとシャンパン2本も買っちゃった。そう、一応10万人記念でちょっと飲もうと思って、ね、そうやね、10万人記念で買った。で、もう1本は今度友達のお家に行くから、それで買った。お土産いいね、すごい、シャンパーニュって書いてあるな、ね、じゃあこれ楽しみにしよう。うん、じゃあ大聖堂も見たし、シャンパンも買ったし、あとはマルシェロノエルやな。休憩、なんか休憩しようとかやってちょっとカフェ行って休憩して、マルシェロノエル行こうか。そう、横になんかちょっとイニシエのカフェがイニシエのカフェ、ここでちょっとゆっくりしようか。うん、こっちから見えるかな。おいしいね。あ、なんかランスに来た感じがしてきた。これでシャンパンで。なんか味違う？うん、なんか昨日もお仕事でシャンパンいくつか飲ましてもらったけど、やっぱそれぞれ味ちょっと違うね。これは結構濃い感じがする。クリスマスソングがすごい激しい。ラッシュの声でクリスマスソングされましたね、あやちゃん。通った時に比べたら だいぶクリスマス感が、やっぱイルミネーションですごいな。綺麗。星なんか可愛いな。星いいね。わあ。イルミだ。どうですか？イルミってます。イルミってる。かなりのイルミ。なんか気づけばクリスマスになってたんやな。そう、全然気づかんかった。あっという間。だってあともうちょっとで24。はい。24日までまだまだ。イブまでは、今撮ってんのは12月の前半だから、確かにもうちょっとしたら、ね、動画出てる頃にはもうすぐイブかもね。多分イブに出てんちゃう。イブかメリークリスマス。で、皆さん楽しんでるかな。言っといたでもやっぱ夜になるとさ、その昼間見てると電飾がさ、結構そんな可愛いんかなって思うけど、うん、光り出すと本領発揮やな。そうやな、やっぱ可愛いな。可愛い。向こうに大きいツリーがあんねんけど、ここからじゃちょっと見えにくいけど。そう、ツリー見よう。実はあるんです、ね、いい感じ。お、この辺や、来たー。へぇ、こういうための星かー。かわいいね。お、あやが走っていきました。入ってる。あ、いいね、いいね。クリスマスだねー。そういうことやったんか、あやちゃん。そういうことやったんや。これ奥見て、これあれ枯葉で作られてるかは分からんけど、かわいいね。めっちゃかわいい。なんや、ただの木の、ね、なんか塊じゃなかったわ。かわいい。ナイスクリスマスだね。で、こっちに行ったらクリスマスマーケットもいい感じになってるはず。マルシュ・ド・ノエル。いっぱいお土産物屋さんがいっぱいあるわ。なんかお土産やな。あ、でもチーズや。ここは物産店みたいな。おー、おー、チーズかな。あ、いい香りしてる。ハム、あ、ハム美味しそう。すげえ。見てこれ、すごい。デグステできるって、デグステできるって。見て、ビール屋さん。ほんまや、すげえ。石屋さんがあり。絶対石屋さんあるよな。石屋さん。なんか、あ、見て、子供ちゃん。かわいい。あ、すごい。バームクーヘン。こういうサインなあ、これすごい。面白そう。あ、あいちゃん、ここに番書ありますね。番書どこで飲むか悩む。
飴のあのキャンディーのマークになってるな、ちゃんといやなんかこれ子供やとさめっちゃ楽しいよな。ここのやつはさパリのやつと比べてさもっとなんかクラシックな感じやな。昔ながらのマルシェラノエルみたいな雰囲気が出ててめっちゃ可愛い。見てあやちゃんこれ火を売ってる、火売る機械かな。すごいすごいすごい人高いが出てる。あ人気やな。そうすごい、これぞクリスマスみたいなところやね。歴史的建造物がいきなり。ここはちょっと広場になってますね。何やろ。お花にな。ああ、これは子供ちゃん楽しいゾーンや。そうやんな。なんか乗り流すみたいよね。うん。ちょっと見てみよっか。おお。メシ行く。メシ行く。What's that? おお。ああでも見て色味はななんかな白ではないやっぱり。なんかなお茶みたい。茶色い。お茶みたいやんな。初めて見た。じゃあ晩酌の白。いただきます。おいしい。え、おいしい。え、マジで。あ、めっちゃおいしい。何系？甘いの？何入ってんやろ。なんか印象で言うと、うん、アップルジュースみたいな。言ってた。今横の人が言ってたで。嘘。ほんま、あの横に飲んでる人が、リンゴジュースみたいな味ですんげー美味しいって言ってた。言ってた？全く一緒のコメント。全く一緒で言ってる。コメント同じ。ちょっと飲んでみて。うん。美味しい。なんか匂いは、うん、酸味のある感じ。俺これは気に入りましたね。あ、ほんまや。リンゴジュースみたい。すげー美味しい、飲みやすい。でも不思議な味。後味はスパイス。不思議。初めて飲んだ。リンゴジュースでは出されへんよな。なあ。このなんか蜜みたいな。ちょっとなんて言ったんやろ。いや分からへん。シードルとも違うし。なあ。甘さの癖をなくして、スパイスの感じを入れたリンゴジュース。せやな。不思議な色味やな。麦茶みたいな色。うん。いやー楽しい初体験やわ。ね。うん、全然弱へん気がする。
んか初めて買ったけど見てパイやねんけどさ、でも鶏肉とトマトとチーズかなが入ってるって書いてある。パイみたい。うん、美味しい。うん、分かんない。あ、待って、うん、パテが入ってるの。なるほどね。ちょっとパテみたい。でもなんかパテ屋さんっぽかったもんな、うん、鶏の。わー、板書と合うんじゃないの。合う、合う、辛い、甘い、わ、ちょっとポテト食べたくなってきた。フリット、フリット食べようかな。フリットって最高やな。フリット欲しいよな。あやちゃん、フリット食べたいし、まだ飲みたかったんけど、列車の時間がもう迫ってた。帰らなきゃ。早かった一瞬やった。もうちょっと早く来てよかったな。まあ確かに明るかったけど、そう、暗くなってから見に来ようと思ってたから。カフェでぼーっとしてた。まあ、じゃあないか。私はこう、何、そそくさと行ったマルシェロノエリやったけど、ちょっとパリと違って面白かったね。うん、でも基本は一緒やねんな。うん、うん、買えます。うん、じゃあこれも飲んでおこうかな。